ってます。はい、ワンピーススクラッチ、ワンピースのスクラッチっていつまでやるんだろうね。先月が、10枚買って200円しか当たらなかったので、今回はいつものチャンスセンターで買ってきてみました。で、今回のはなんか毎回ね、やり方が違うんだよね。左の赤枠の中をすべて削ってください。ラッキーマークに出た絵柄と同じ絵柄がどこかに1個出れば当たりです。ってことは、この左は全部最初にガーガー削っていいってことだ。いきます。あ、なるほどね。結局削り棒が以前の削り棒になったという。この方がよっぽどいい。ここで、ラッキーマークに出た絵柄と同じ絵柄がどこかに1個出れば当選。ってことは、ラッキーマークにどんな絵柄があるってことなの？だってここだと、もう100万、100万、10万、1万、1000円の200円だよ。ラッキーマーク。はい、いきなり200円。これで終わりってことになったら嫌だな。200円。次。これそう。で、ここにラッキーマークで何が出るの？お城。あ、なるほど。ここにお城がなければ、この中にお城がなければ外れってことだ。なるほどね。はいよ。次。これもやっぱ削れすぎるな。こっちの丸い方でやってみるか。丸い方じゃ削れねえよ。斜めで、さーっと、さっさとやらないと。こんなのにね、時間取ってもね、面白くもなんともないんで。はい、最高100万出てきました。はい、ラッキーマークは、はーい、三味線、なし。次。これ逆にした方がいいかね。ラッキーマークを最初に削って、それからこっちを楽しみながら削っていくって方がいいよね。はい。あ、三味線来たから200円。え、200円2枚目。はい。お、400円来たぞ。じゃあ、ラッキーマークを先に削ります。ラッキーマーク。これなんだ？海賊の帽子？で、ここを削って、海賊の帽子来い。って見てた方がいいんだね。はい。はい、海賊の帽子。あ、やべえ。なんか似てた。はい、外れ。次。はい、ラッキーマーク削ります。はい、お城。はい。三味線、ドクロ、恋、帽子、扇、あ、センスか。はい、松、はい、外れ。400円で終わりかな。はい、ラッキーマークは、また帽子。はい、お城、松、ドクロ、コイ、はい、三味線、はい、センス、外れ。次、これゴミが出るんだよね。次、ラッキーマークが松、100万円で帽子、扇、
あ、センスか。で、10万円三味線。はい、1万円ドクロ。はい、2000円で、お城。あ、来た。ほら。待つ、200円。600円目。当たるな、やっぱし、あそこのお店。行きます、次。センス。100万円でセンス来い。はい、お城、ドクロ、10万円で来い、1万円で、なんだっけ。あ、三味線。1000円で待つ。はい。200円で帽子。はい、外れ。あと1枚。ラスト。ラッキーマークは、センス。はい、100万円コイ。100万円お城。10万円待つ。1万円は三味線。1000円がドクロ。はい、200円が帽子。終わり。で、今回は当たったぞ。ラッキーマークがこっち。こうやればいいの。待つ。で、待つ。200円。次。なんだ？三味線、三味線200円。で、恋、恋で200円。はい。今回600円でした。はい、また来月やります。終わり。こっちか。